皆さん、こんにちは。WBC、WBO 王者、井上尚弥選手が、史上2人目となる2階級目のベルト統一に挑む、WBA スーパー、IBF 王者、マーロン・タパレス選手との、歴史的一戦を繰り広げました。そして井上尚弥選手が、史上2人目となる、2階級での主要4団体王座統一を果たしました。今回の動画では、タパレス選手が会見で語った本音について、海外のボクシング関係者の反応についてご紹介していきたいと思います。まずは試合の流れについてご紹介していきます。ゴングが鳴ると、井上選手は鋭いジャブで間合いを図りつつボディを打ち込んでいきます。サウスポーのタパレス選手も様子を伺いながらの展開で最初の3分間が経過。第2ラウンドも引き気味のタパレス選手を井上選手が徐々に大きなパンチを交えながら攻め込んでいきます。第3ラウンドはギアを上げた井上選手が強烈なパンチを叩き込んでいき追い込んでいきますが、タパレス選手も左ボディから反撃。第4ラウンドは序盤から井上選手がコンビネーションから攻め込みますが、タパレス選手も反撃。井上選手は強烈な左ボディを打ち込み、タパレス選手にダメージに与えていくと、左フックを効かせてそこからのラッシュでダウンを奪います。第5ラウンドは井上選手が決めに行ったように見えましたが、タパレス選手も反撃。第6、7、8、9ラウンドは後ろに重心をかけながら戦うタパレス選手に、井上選手は飛び込みながらパンチを放ちますが、決定打を打ち切れず、それでも第10ラウンド、勝負をかけ前に出てきたタパレス選手に対して、強烈な右ストレートをテンプルに炸裂させ、リングに沈めます。笑顔で観衆にガッツポーズを見せた後、リング上で大橋会長から声をかけられると、ちょっと危なかったですねと倒しきれた結果に笑顔。大橋会長から聞いたパンチはあったか聞かれると、一発フックかなと汗を拭いながら激闘を振り返りました。井上選手は勝利者インタビューで、まず対戦を受けてくれたタパレス選手に感謝したい、1年前に1つ挙げて4本のベルト集めることができたのも応援のおかげ、もっと強い姿見せられるように精進していきたいと充実した表情で語り、非常にタフで強い選手でした。戦前予想していた通りの選手、そういう選手に勝つことができた、自分がやってきたことが証明されてほっとしてます。ポイントをリードしているのは感覚的に分かっていた、でもポーカーフェイスで聞いてる様子がなく耐えていたので、崩れ落ちた時はびっくりした、蓄積させていたので相当ダメージあったのかなと、と最後は自分も非常にピリピリしながら試合を進められた。来年5月に噂されている試合というものが実現するかどうかはこれから交渉を詰めていくところですが、皆さん、ファンが喜ぶような試合、見たいという試合を実現していきたいと思いますので、どんどん声を上げていただけたらと思います、と語り大歓声に笑顔を見せていました。しかし配信を見たボクシングファンからは、震えて見える、大丈夫かな、手の震えが止まらないんだが、左手もだけど右手の震えがひどい、笑顔も少ないし汗もこんなもんだっけ、興奮でこうなるの違うよね、と心配する声も寄せられました。また拳あるいは他の部位が骨折してしまったのではという声が聞こえました。しかし自称プロボクサーという方が、自身の経験をもとに井上選手の震えをこのように解説していました。自分プロボクサーなんですけど、スパーリングとか試合後はアドレナリン出すぎてめっちゃ手震えるので極めて正常です、みんなこうなります、と交感神経の影響ではないかと推察していました。骨折や大きな怪我をしていなければいいですが、次に井上尚弥選手は史上2人目となる2階級での主要4団体王座統一を果たしましたが、その対戦相手であるタパレス選手は会見ではどのようなことを話したのでしょうか。陥落を喫したタパレス選手は傷だらけの顔で試合後の会見に出席。まず神様に感謝したいと思う、残念ながら私に幸運の女神は微笑まなかったけど感謝しています、と第一声で述べ、井上選手について、改めて井上選手はボクシングがうまいと感じた、あとはスピードに驚きました、と衝撃を受けたことを明かしました。敗因を問われると、井上はスピードが非常に速く、それに自分が追いつけなかったし、
タイミングを合わせることができなかったと語りました。決着は10カウント1-2を打ち抜かれ、立てなかったタバレス選手、ダメージの蓄積で立てなかったのかというフィニッシュの場面についての質問に対し、井上選手のパンチが綺麗に決まった、それが原因だったと思うと語りました。そして、とにかく俺が言えるのはできることは全てやり尽くしたということだ、チームも犠牲を払ってくれた、全てをやったが残念ながら起きるべきことが起きたとしか言えないと話しました。井上選手のパンチはどうだったかや現在の体の状態に関しては、パンチはすごく強かった、ボディにたくさんパンチを浴びましたけど今は全く問題ないと語り、そして次戦井上選手と戦う選手に対してのアドバイスに対し、グッドラックという言葉を残しました。では次に井上尚弥選手のタバレス戦に対するボクシング関係者の反応とボクシングファンの反応をお伝えしていきます。まずは世界で最も権威あるアメリカボクシング専門誌ザ・リングの編集長であるダグラス・フィッシャー編集長は、ザ・モンスターがタフで頑丈なマーロン・タパレスを10回についに捉えて KO 勝利した、スーパーバンタム級を4団体統一、リング氏の空位だった王座も奪った井上を称賛する。同じく米ボクシング専門誌ザ・リングの格付け評議員であるアダム・アブラモウィッツ氏は、井上なんてボクサーだ、彼を見られることが本当に嬉しい。ボクシングジャーナリストであるダン・ラファエル氏は、井上がタパレスを右で吹き飛ばし、タパレスはカウントを破れず、スーパーバンタム級4団体統一し、現在唯一の2階級4団体統一王座に、素晴らしい試合だった。オーストラリアの元ライト級統一王者であるジョージ・カンボソス・ジュニア氏は、正真正銘のフィリピン選手の血統が流れるタパレスの器の大きさだけど、モンスターである井上はなんというファイターなんだ、すごすぎるよ。では次にボクシングファンの反応をご紹介します。彼はまたやってしまった井上尚弥、誰もが認めるチャンピオン、井上がタパレスを10ラウンドで仕留める、彼はあまりにも上手すぎる、タパレスは思ったよりもずっと良かったけど井上はただの野獣だ、ボクシングのニックネームがこれほど似合うことはめったにない、井上イコール怪物、フルトンにやったのとほぼ同じコンビネーション、あの右の威力は何なんだ、井上は間違いなくパウンド・フォー・パウンド・キングだ、井上なんてクレイジーなボクサーなんだ、感動したよ。井上選手のパンチはすごいですね、完全にカバーしてるのに一撃でノックアウトされるとは、井上はとんでもないファイターだ、彼にはあと1階級しか残っていないのだと思う、彼がすぐにまたリングに上がることを願っています。こういう朝の試合は大好きだ、私たちは井上という偉大な選手を目の当たりにしている、偉大な偉大なファイター、決して挑戦から逃げず対戦相手全員を圧倒する、またクラスが上がった、井上はまさに別次元だ、驚異的なスピード、パワー、正確さ、まさに野獣だ、モンスター。タパレスの戦いぶりは素晴らしかった、いいディフェンスをしていたし一歩も引かなかった、井上に善戦した、今日も見事なパフォーマンス、パウンド・フォー・パウンド1位、同年2階級制覇、年間最優秀ファイター、タフなファイターやチャンピオンをスパーリングパートナーのように見せる、本当に素晴らしいのような反応が見られました。いかがでしたか。今回の動画ではタパレス選手が会見で語った本音について、海外のボクシング関係者の反応についてご紹介していきました。世界を驚かせる井上尚弥選手の強さにはこれからも注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。